はい。そういうわけでございまして、リミガエヤマんのサッカー5ミニツです。えー、っと、先日の今治戦をちょっと振り返っていきたいと思います。まあ、結果はこういう感じでした。えー、っと、前半早い時間に、あの、高橋俊太選手の、えー、通行でありまして、まあ、今治の守備陣も、まあ、ちょっと、あっけに捉えたというか、うーん、ちょっと、 まだまだ追加点取れるんじゃないかって雰囲気があったんですけど、えっと、前半終了間際でもないな。27分か。えっと、まあ、正規選手がミスというか、あれは、まあ、アクシデントでしょうね。ちょっと足と、足を取られて、で、まあ、そこから点数取られたというのがあったんですけど、まあ、 今治の、その、フォワード陣。そういうミスを逃さず得点取れる二人が、ブラジルの二人が、やっぱ前にいたっていうのが、良かったんじゃないかなと。確実に決めてくれると。ああいうとき。うん。やっぱその強みは出たんじゃないかなと思いますね。はい。まあその後、なかなかちょっと肩でも。えー、と、 今治のプレスが強くなったり、なかなか追加点取れず、負けたっていう感じなんですけど、勝てる試合だったかなと思いますけど、選手交代の云々もありますけど、とにかく今、今治があの新しいスタジアムを作って、ものすごく勢いがあって、自分の サッカー専用のスタジアムなんですけど、里山スタジアムっていうんですけど、ここメインスタジえ、メインとかバックスタンドとかゴールドとかっていう概念がなくて、どこでも席が行けるみたいなんですね。で、平日も試合のない日も、えー、と今治の方、またはまあ観光で来てる方とか、あのー、来て何か楽しめる場所、 人が集まる場所っていう概念で作ってるとこは素晴らしいなと。で、この日 T シャツも3000人配布、2万人プロジェクトってあったのかなまあそれでやってて。だからそう思うと、なんていうんですかね、フロント含めた勢い的なものを今までやっぱりすごいなと。思いますね。まあ確実に富山遅れてますね。はっきり言って。 うんまあ、そういう部分では今治がどんどん J3 の枠を飛び越して、まあこれ、あの、まあカターレっていう目線をちょっと置いといて考えても、やっぱり今治に早めに J2 行っていただいて、もしくはまた J1 行くぐらいの勢いで、この、なんていうか、まあ岡田さんがね、 作ったチームと言っても過言ではないその今治市も、えー、土地を用意してくれ、まあ、スタジアム作るには、まあ、岡田さん含めスタッフ全員の努力があってお金を集めて作って、まあ、さっきの言ったその、えっと、メインとかバックスタンドとか概念なくなったお金なくなったって岡田さん笑ってましたけどでもそれをいい感じに 作ってるのがやっぱ素晴らしいなと。で、ベンチと、あの、お客さんがすごい近いんですよね。これ、プレミアファンの方は、おおっと思ったと思うんですけど、本当と、万のスタジアムに近いというか、ちょっと海外っぽくていいですよね。はい、あ。あれもいい光景だなと。まあ、カタはそのチーム的なものをプロジェクトとか、ものすごく頑張ってらっしゃるのがわかるんですけど、やっぱり、 今治のその全国に発信するアピール度とか考えると、この前もフットブレイン自分見てて、本当に勉強になったというか、今治の人がちょっと羨ましいなと。そういうことを言うと、また今治にじゃあ行けよっていう話になるんですけど、自分はまあ富山でこういうことをしていただきたいなと。やっぱり喧騒は前から言ってますけど、平日、もちろん運動される方とか、 行く方は行ってらっしゃると思いますがやっぱ試合じゃないと集まらない場所っていう認識だと思うんです。その周りも別に、その、お店があるわけでもなく、まあちょっと、その部分では早く富山にも自社スタジアムは必要なのか、まあこれはあの、盟友の松本さんとの配信でも言ってたんですけど、松本さんが言ってたんですけど、まあ、もしかして富山市じゃなくてもいいんじゃないかっていうぐらいの、うんと、富山県内で手を挙げて、 ぜひうちでスタジアムっていうチームに、チームというか場所移転っていうのも一つありなんじゃないかなと。まあ富山市でずっと議論しててもできないのであれば、それも一つの選択なのかなと。まあちょっと詳しいこととかわからず言ってますけど、そういう思いも出てきますね。ちょっと今治の今後、ツイッターもすごく楽しいですし、もし皆さん機会あったらまた見ていただきたいなと。 持っております、まあ、試合は残念ながらちょっと型で負けましたが今治のチーム力フロント力っていうのをちょっとまざまざと見せつけられたかなと思いました。はい。で、えー、っと今日これ金曜日のお昼っていうかまあ3時過ぎに撮ってるんです明日型、えー、では山川戦があるんですけどまあこれが新聞に広告出たんですけどまあこれを よしと見る方もいらっしゃいますし、うんと思う方も多分いらっしゃると思うんで、その賛否があんまり出てないのが自分心配ですね。ちょっと、うーん、これでいいのか富山県。写真も、その、まあ、型で知ってちゃはわかるんですけど、だどう、どうなのって、だから、 集客の面で数字を出すっていうのが大事なのかなとか思ったり、写真がもうちょっとわかりやすい比較対象あればなとか、で、なんか、ゴール側の方々が集まってない印象になるというか、まあ、観客席はもうちょっとあるんですけど、まあ、どっちかというとちょっと、最近の方でのこういう、なんていうか、ポスターとかあんまり、ちょっと苦手かも。まあ、好きな方は好きだと思うんで、伝わればいいんですよ。うん。 どんな形でも伝わればいいと思うんですけど、自分はあんまりこういうのは苦手ですね、うん。これでいいのか富山県富山県が悪いのか、フロントが悪いのか、語りサポが悪いのか、なんかいろいろ考えちゃいますね、うん。まあ、広告に一面出すことは大変なことだと思うんで素晴らしいんですけど、うん、あとまあ、 社長が VIP、ね、席の方にインフォームの着用っていう提案をされてて、まあ、それも一つだと思うんですけど、まあ、自分なんかはその、もうちょっと子ども,子どもさん、子供さんにもっともっとインフォーム着ていただいて、まあ、その彼らが大人になった時もカタれののンフォーム着て感染してたっていうのは大きくなって、それがどんどん普及していくっていうことを考えてしまうんで、この先のカタれを考えると。 もちろんそのビップルームにいらっしゃる社長さん方々も来てもらうの一つなんですけどそこからじゃあ普通に応援に来てるサポがそれ見て来ようかっていうのはならないんじゃないかなと思うタイプです自分ははいまあそういうより子供たちが来てるのにうちらが来てないのかなって思う方があるんじゃないかなと思ったりしますねはい まあユニフォームの,その売り上げが欲しいのか、それとも青く染めたいのかっていうところもあったり。うん。いや、だからまだまだ、その、ま、ヤマーにもちろん客数でも負けるんで、やっぱりクラブとしても、まだまだかなと思ったりする次第でございます。はい。まあ、文句ばっかり言っておりますが、まあ試合は勝てばいいわけで。 そこを、そこだけは買っていただきたいなと思います。明日も晴れてるんでね。あの、お客さんたくさんだと思いますんで、楽しみにしたいと思います。自分もまた店を変則営業していきたいと思いますんで。七海、七海山をちょっとね、もう一回対戦したかったんですけど、まぁ、あ、ちょっと監督も変わって、どうなるかっていう、ありますね。はい。まあ、そんなところで、5分間喋ったかな。はい。 そういう感じでした。はい。また山川線見た後配信したいと思います。ありがとうございます。